こんにちは、ギリナナです。今日はこちらのガマ口を作ってみました。ボーダーとあとはジグザグ模様を入れたちょっと個性的な感じのガマ口を作りたいなということでこちらを作ってみました。で、今回私はガマ口で仕上げてしまったんですけども、ガマ口が苦手な方は巾着として上に紐を通しても可愛いかなと思います。お好きなもので仕上げてみてください。はい、では材料です。今回はこちらサンキさんで購入したコットンシャインとセリアさんで購入したニューエンジェルコットン、こちらを使用していきます。こちらコットンシャインがカラーナンバーが1番、こちらセリアさんのニューエンジェルコットン、こちらはカラーナンバーが15番、こちらを使用していきます。で、こちらは両方綿が 100% 25g65m で、かぎ針が3号から4号、標準ゲージが22目31段となっているので同じ太さの糸になります。エンジェルコットン2色使ってもコットンシャイン2色使っても同じサイズになるので、お好きなものを使ってみてください。で、今回使っていくガマ口はこちらになります。セリアさんの CTA108 ガマ口がね、丸型と書いてあるものになります。バーコードナンバーはこちらになります。で、だいたいこちらが横が9センチで、こちらがだいたい8センチになっています。で、こちらはボンドでつけるタイプなので、ボンドとかペンチ、あとは細いものですね、マイナスドライバーとか目打ちなどをご用意いただけたらなと思います。ではまずはカラーナンバー15番、こちらで編んでいきます。ではまずは指に2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて一度糸を持ってきて引き締めます。鎖1つで立ち上がって輪の中に細編みを8目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、8目編めたら輪を引き締めます。糸が動く方が針の前になるように針を戻して、最後から数えて8目目。1、2、3、4、5、6、7、8。8目目の頭に針を入れて、このまま引き抜きます。で、次から円を編んでいきます。で、もし円の編み方がわからない方は、こちらの動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、よかったら確認してみてください。では、上に書いてある段数まで円を編んでいきたいと思います。はい、7段まで編んできました。1周が56目になっています。で、だいたい私の場合は横が 6.5 センチになっています。で、もしサイズを変えたいなという方は最終段が8の倍数になるように編んでみてください。で、円を8目スタートで編んだ場合だったら何段編んでも8の倍数に毎段毎段なっているので、このままサイズを大きくしていただいて大丈夫です。はい、では次は8段目。8段目から増減なしで編んでいきます。鎖1つで立ち上がって根元から細編みを1つの目に1つずつ編んでいきます。では上に書いてある段数まで増やしたりせずに細編みを編んでいきたいと思います。はい、13段目まで編んできました。で、一番最後の1目、こちらで色を変えていきます。糸を持ってきて引き抜くときにこちらで引き抜きます。で、一番最初の細編みの頭に針を入れて、で、こちらは針の上に今まで編んでいた糸は置いてこのまま引き抜きます。で、こちらは一緒に編みくるみながら、で、今まで編んでいた糸は後ろで休ませて次編んでいきます。では次は14段目、鎖1つで立ち上がって
すじ編みで細編みを編んでいきます。奥の1本に針を入れて、でこちらは編みくるみながらですね、細編み、奥の1本にだけ針を入れて、細編み、今まで編んでいた糸は後ろで休ませておきます。ではぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと端の方まで編んできました。で、残り1目になっています。こちらで色を変えていきます。一番最後の奥の1本を拾って糸を持ってきます。で、そしたら後ろで休ませておいたこちらの糸ですね、こちらの糸で引き抜きます。で、一番最初の細編みの頭に針を入れて、で、今まで編んでいたこちらの糸は針の上に持ってきて編みくるんで引き抜きます。で、これで14段目が編めました。では次は15段目、鎖一つで立ち上がります。で、そしたら長編みを編むんですけども、ちょっと見づらいんですけど、こちらの白い糸の下ですね、こちらの筋があると思います。引っ掛けてこちらの筋に下から針を入れます。で、このまま糸を持ってきて2本ずつ取ります。で、次の目ですね。次の目の頭の今度は筋。今ここに入れた隣の目、左隣のこちら頭があります。それの奥の1本、こちらに針を入れます。ここから細編みを7目編んでいきます。筋編みで7目。1、2、その時にこちらは休ませておきます。編みくるまずに後ろで休ませて、1、2、3、4、5、6、7、7目編めたら次の目の下ですね、1段下がったこちらの筋、こちらに長編みを編みます。針を入れて糸を持ってきて2本ずつ。で、次の目の頭の奥1本ですね、こちらを拾ってまた細編みを7目、筋編みで7目編みます。2、3、4、5、6、7、7目編めたら長編み、1段下がってこちらの筋、ここに筋が残っていると思うので、それの1本拾って長編み。で、これを繰り返していきます。筋編みで7目で、そしたら1段下がって下の筋に長編み、こんな感じでくるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。最後1目残っています。こちらで色を変えていきます。で、今回は毎段毎段色を変えながら編んでいきます。一番最後糸を持ってきて、で、こちらの糸で引き抜きます。で、そしたらこちらの長編みの頭が一番最初になるので、こちらに針を入れて、で、今まで編んでいた糸は編みくるみながら引き抜きます。で、これで15段目が編めました。で、次は16段目、鎖一つで立ち上がって、で、筋編みで一周編んでいきます。筋編みの細編みですね。で、また一番最後の目で色を変えていきます。ここでは長編みを入れずに筋編みだけを入れて一周編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後の目でまた色を変えていきます。こちらに針を入れて糸を持ってきて、こ
このまま後ろで休ませておいた糸で引き抜きます。で、一番最初の細編みの頭ですね、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭に針を入れて、今まで編んでいた糸は針の上に持ってきて、このまま引き抜きます。で、これで16段目が編めました。で、次は17段目。17段目はまずは鎖一つで立ち上がります。で、根元に細編みの筋編みを一つで、次は次の目の一段下がったところですね、ちょっと見づらいんですけども、こちらの濃い色、こちらに長編みを編みます。引っ掛けて、ここと同じようにこちらの筋に針を入れて長編み、下のこの長編みを編んだところの両サイドに長編みを入れるイメージで編んでいきます。で、今入れたところの次の目のこちらですね、白糸の奥の1本、こちらに筋編みで細編みを5目編んでいきます。1 2 3 4 5、5目編めたらまた長編みを編みます。次の目の1段下がります。こちらに針を入れて、こちらの長編みの右隣ですね。で、長編み、これを1セットとして繰り返していきます。次の目には筋編みを1回、おっと、で、次はこちらの長編みの隣の目、一本筋が残っていると思うので、こちらに針を入れます。で、長編みで筋編みを5目、1 2 3 4 5で長編み、こちらの長編みの右隣ですね。で、これを繰り返していきます。下の長編みの両サイドに長編みを入れるイメージで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後は長編みで終わります。その時に色を変えていきます。引っ掛けて1段下がって長編みで最後2本引き抜くときに色を変えます。で、このままこちらも一緒に編みくるみながら引き抜きます。で、これで17段目が編めました。で、次は18段目。こちら白糸で編むときは長編みをせずにずっと筋編みですね、奥の1本拾って筋編みで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、一番最後の目で色を変えていきます。毎段毎段一番最後では色を変えます。で、一番最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。引き抜くときは今まで編んでいたものも一緒に引き抜いてしまいます。で、これで18段目が編めました。で、次は19段目。19段目はまずは鎖一つで立ち上がります。で、ここがちょっと分かりづらいんですけども、こっちですね、この2つ長編みを編んだまた右側と左側に長編みが来るように編んでいきます。まずは筋編みで細編みを2回、1で
って隣の目に、で次は長編みを編みます。引っ掛けて1段下がって下の段の長編みの隣ですね、こちらに針を入れます。で長編みで、次から細編みを3回編んでいきます。筋編みで細編みを3回1、2、3で、こちら下の段の長編みの右隣、こちらに長編みを編みます。で次は細編みを1回で、これを繰り返していきます。筋編みを2回長編みを1回筋編みを3回長編みを1回筋編みを1回これをどんどん繰り返しながら編んでいきます。イメージ的にはこちらの右側と左側ですね、それの右と左にまた編んであげるという、こんな感じでどんどん編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で一番最後、筋編みで細編みを編んで引き抜くときにまた色を変えます。一段ごとに色を変えていきます。こちらで引き抜いて、でちょっと分かりにくいんですけど、引き抜いたところがあって、立ち上がり最初の筋編みの頭ですね、こちらに針を入れて、でこちらは編みくるんで引き抜きます。でこれで19段目が編めました。で次は20段目、こちら白糸で編むときは長編みを入れずに筋編みで編んでいきます。ではぐるっと筋編みで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で残りの一目で色を変えていきます。で最初の細編みの頭に針を入れて、で編み、こちらは編みくるみながら引き抜きます。でこれで20段目が編めました。で次は21段目、21段目もこちら下の V になっている部分の右側と左側に長編みを入れながら編んでいきます。まずは鎖一つで立ち上がって筋編みを3回編んでいきます。1、2、3、3目編めたら長編みを編みます。引っ掛けて1段下がって、こちらの濃い色ですね、こちらに針を入れて長編み、で次は筋編みを1回で、次は長編みを編みます。引っ掛けてこちらの右隣、こちらの筋が、筋があるので、こちらに針を入れて長編み。で、隣の目から筋編みを2回、1回、2回。で、これを1セットとして繰り返していきます。また筋編みを3目。1、2、3、こちらの間は筋編みを5目ですね、入れることになります。引っ掛けてで長編みで筋編み、で長編みですね。でこんな感じでどんどん編んでいきます。筋編みを2回筋編み3目長編み筋編み
長編み、筋編み2目というのをぐるっと繰り返していきます。イメージ的にはこちらの部位の右側と左側に長編みを入れる感じで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後の目で色を変えていきます。筋編みを編んで、引き抜くときに色を変えます。で、一番最初の目に針を入れて引き抜きます。で、これで21段目が編めました。で、次は22段目。22段目は、長編みを入れずに、筋編みで編んでいきます。はい、端の方まで編んでいきました。で、一番最後の目で色を変えていきます。で、最初の細編みに針を入れて引き抜きます。で、次は23段目。23段目は、まずは鎖一つで立ち上がって、筋編みを4目編んでいきます。1、2、3、4。4目編めたら、長編みを編みます。引っ掛けて1段下がって、こちらの筋ですね、こちらに長編みを編みます。で、そしたら、今度はこちらとこちらの間に長編みを編むイメージで編んでいきます。次から細編みを7目。1、2、3、4、5、6、7。7目編めたら1段下がって長編みというように編んでいきます。はい、端まで編んできました。で、一番最後で色を変えていきます。引き抜くときにこちらで引き抜きます。で、最初の目に針を入れて引き抜いて、で、次は24段目。24段目はこちらの色で筋編みで一周編んでいきます。一つの目に一つずつぐるっと編んでいきます。はい、端まで編んできました。一番最後の目で色を変えていきます。一番最初の細編みに針を入れて引き抜きます。で、そしたら私は白糸はカットしてしまいます。で、次からこちらの糸で細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって根元から次からは細編みですね。筋編みをせずに細編みで編んでしまいます。で、私は今回がま口にするので、上に書いてある段数まで編んでいくんですけども、例えばこれを長くして巾着にしたりとか、あとはペットボトルホルダーとかでもいいかなと思います。男の人とか男の子にも使いやすい感じになるかなと思うんですけども、では上に書いてある段数までしばらくもう筋編みをせずに頭全部拾って細編みで編んでいきたいと思います。はい、28段まで編んできました。で、このくらいで終わりにしようかなと思うので、私はこのままカットします。で、糸を抜いて糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。で、そしたら、がま口をつける位置を決めていきます。で、こちら立ち上がりですね。立ち上がりを横にしてもいいし、後ろにしてもいいんですけども、私は立ち上がりとは関係なく、こちらの V の部分、
ここが真ん中に来るようにします。これを正面にしたいので立ち上がりが少し斜めに横に来ている状態になっています。で、こちらを後ろにしてこっちを表になるようにしていきます。これはお好みの場所で大丈夫です。で、まずはこちら何か余り糸があるといいんですけども、余り糸を横につけておきます。で、反対側も。横につけておきます。で、そしたら、こちら。糸同士を合わせて。真ん中を決めます。で、特に。目数などを数えずに。大体で大丈夫なので、で、こんな感じで準備をしておきます。で、次はガマ口と一緒に入っていた紐があると思うんですけども、ボンドでつけるタイプの方はこちらの紐が入っていると思います。それを大体ガマ口のサイズに合わせて少し大きいぐらいですね。大きいぐらいの長さにカットします。で、こちらはもう使わないので、今カットしたもの、こちらのよりを戻して2枚に分かれると思います。こちらを2枚に分かれるようにしておきます。で、2枚に分かれたらまたよりを戻しておきます。で、これで準備ができたので、今度はガマ口にボンドを流し入れていきます。で、もしたくさんつけすぎちゃった方は、何か用事とか細いものでちょっと伸ばしてあげるといいと思います。で、折れる方、締まる方ですね。そちらを間違えないように、こちらに合わせます。こっち、前後ろないので、どこに合わせても大丈夫です。まずは、横の部分を合わせて、紐を縛ります。横に入れて、入れる前に縛っちゃってもいいかもしれないですね。結構ボンドがペタペタしちゃうと思うので、後で外すので、もう二重に取れないように縛ってしまって大丈夫です。で、そこから少しずつ中に入れていきます。こちら、マーカーがついているところ、これを中心に合わせて、で、ボンドがはみ出てしまっても、蓋を拭けば取れるので大丈夫です。で、反対側も。マーカーのところをこちら中心に合わせて入れていきます。編み地がしっかり入ったら、こちらの紐を入れていきます。端に合わせて。で、私はマイナスドライバーを使うんですけども、目打ちとか何か細いもので入れてもいいので、使いやすいものでこう入れてみてください。で、端の方まで入ったらこちらをカットします。
カーブあたりのところですね。で、そしたら中に押し込んで隠します。なるべくこう見た時に紐が出ていないようにギュッと奥まで押し込んであげます。で、入れ終わったら反対側も入れておきます。はい、しっかり紐の方を入れてきました。で、そしたら角をペンチで絞っていきます。当て布などをして端1センチぐらいですかね、こちらを挟んでちょっと手首を内側に入れるように、手首を返してあげるような感じですかね。で、4箇所、そんなに力も入れずにちょっと手首をひねってあげると、で、4箇所止まったら紐は切ってしまいます。で、ボンドがついているところは拭いてあげて、もし取れない方はちょっと濡れているものとかで拭いてあげると綺麗になると思います。はい、こんな感じでできました。ちょっとポイントにタグをグルーガンでつけています。で、だいたい横が9センチぐらいですかね。で、こちらがまぐちのところからだと 9.5 ぐらい、そこの部分がだいたい8センチぐらいになっています。で、ちょっと形を作るために今は余り糸などを入れてこう形をキープさせています。しばらくこのまま置いておくとこの形に保ってくれるので、こんな感じで私はいつもしばらく置いといています。で、今回は私はがまぐちを作ったんですけども、こちらの模様で小さな巾着にしても可愛いと思います。お好みのもので仕上げてみてください。では、今回はボーダーとジグザグ模様を入れたがまぐちを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。